はい、どうもこんにちは。今回は探検手帳ドラバニア雲海編をやっていきます。モーグリだ、警備中クポン、ね、でね、ちょっと確認してみたんですが、なんとここのポイントすべて自力で発見してました。ちょっとね、とある生き物を探す杖でいろいろね探し回ったせいか、すべて発見していたという。まあでもとりあえずいろいろね、いろいろというかそれぞれ紹介していこうと思います。では行きます。はい、というわけでまず一つ目は多分この辺りです。多分になっちゃうんですけど、座標は X29Y35 キノコの上とのことで、まあ、このね、あのモーグリたちの住処の中ですね。はい、キノコの上、確かこの辺りだったと思うんですけどね、普通にメインクエストやってる時に来たような気がします。はい、では次へ行きます。はい、次はこちらです。座標は X29Y13、 マップでいうとここです。はい、この先、ここですね、ここ先端あたりにポイントがあったと思います。はい、では次へ行きます。はい、次はこの辺りです。もう見つけちゃってるのでこの辺りですとしか言いようがないんですが、座標は X18Y6、 マップでいうとこの辺りです。このどこかにあると思います。僕はね、とある生き物を探すときに見つけました。この辺りの上を探してみてください。はい、では次へ行きます。はい、はい、次はこの辺りです。座標は X7Y27、 マップでいうとこの辺りです。このね、でっかい建物の上の方に登っていくとあるんじゃないのかな。あったと思います。はい、では次へ行きたいと思います。はい、次はこちらです。X17Y37、 マップでいうとこの辺り。このね、でっかい塔が、あ、間違えた、でっかい塔があるところです。でっかくなかった、そんなでっかくなかったそんなでっかくなかったね。この塔、塔っていうかなんか建物があるあたりで祈るをしてください。エモート祈るをしてください。はい、では次へ行きます。はい、次はこちらです。座標は X35Y20、 マップでいうとこのあたり。この何、なんか縦長の建物の階段の一番上です。ここです。ここにあると思います。エモートは見渡すで OK です。はい、では次へ行きます。はい、ですね、最後がちょっとわかんないな。座標は X23Y18 で、書いてあるのを読みますと上と下の中間くらいの足場なんて、分かりにくい説明なんだってね。まあ僕はね、なんとか見つけたっぽいんですけど、もうその時の記憶がないんですが、マップで言うとこの辺りですね。上と下の中間ぐらいって、上ってどこ、下ってどこって話だよね。一番上、一番下ってことなのか、一番下の大陸ってことなのか、一番上の大陸ってことなのか、そもそも一番下の大陸ってどれが一番下の大陸なのってことね。っていうか中間ってどのあたりやねんってね。まあいろいろ思うところがあるんですけど、ほんとね、
説明書いてあるのも分かりにくいし、僕ももう見つけちゃってるので探せないしで、ちょっとここら辺はもうこれまで経験した皆さんの知識を生かしてこの辺り探してみてください。はい、うん、というわけで以上、探検手帳ドラバニア雲海編でした。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。はいはい、どうも。はい。